ズデニエク・ハラバラは、オーストリア・ハンガリー帝国出身の指揮者、ウヘルスケイ・フラジシチェの生まれ、幼少期を、モラブスケイ・ブ・ジェイオビッツェで過ごす。ウィーン大学で、法学、プラハカレル大学で哲学を学んだが、いずれも、学位を取るまでにはいたらず、ブルノ音楽院で、フランキシェイク・ノイマンに作曲を学んで1923年に、音楽院を卒業した。その後、 1925年から翌年まで、レオシュ・ヤナーチェクの訓等を受けた。1926年には、シノ・ノイマンの後任として、ブルノ歌劇場の主席指揮者になり、1936年まで、その任に当たった。1936年には、プラハ国民劇場の指揮者陣に加わった。1945年からオストラバ、ブルノやブラチスラバの、 各都市の歌劇場を指揮して回ったが、1955年にモスクワに客演したのをきっかけに、1956年から1959年まで、ボリショイ劇場の指揮者として活動し、ヤナーチェクのイェヌーファなどのチェコさんのオペラをソビエト連邦に紹介した。プラハにて死去。ズデニエクチャリバラ。2013年1月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。 2019年1月5日閲覧。アーカイブ2017年8月13日。ウェイバックマシン。ありがとうございます。